数々のスターを育て、日本のエンターテインメント界に旋風を巻き起こした沖縄アクターズスクール。10月に開催される卒業生が一堂に会するビッグイベント大復活祭に向け、当時の中心メンバーが20年ぶりに集結しました。アムロナミエ、フィード、ダパンプ、90年代に次々とスターを世に送り出し、一世を風靡した沖縄アクターズスクール。やっぱり沖縄のイメージが変わったりとか、沖縄ってこんなにすごい才能のある子たちがいっぱいいるところっていう風なことを世の中に知ってもらえたんだ、でもそれってアクターズスクールがあったからだっていうことを、なんかもう一回今なんかこう知ってほしいというか。沖縄復帰50年の今年、卒業生たちが集う大復活祭ライブの開催が発表されると、チケットは即完売。予想を超えた大きな反響を呼んでいます。昨夜、アクターズスクールで活躍していた中心メンバーが20年ぶりに集結。話題のライブステージに向けて練習を行いました。集まったメンバーは当時こう呼ばれていました。 BB Waves。 沖縄テレビで放送されていた人気番組ブンブン。このブンブンに出演し活躍していたアクターズスクールの選抜メンバーが BB Waves でした。大復活祭では20年ぶりにメンバーが集まり、ライブパフォーマンスを披露。当時を知るファンの間では期待が高まっています。もう一度 BB Waves の新曲勇気としてこうステージに立ててそれを見せれたらなってはすごい思います。頭ダンスチームのところからカウントでやりましょう。なんかみんな今日覚えてこないと私に怒られると思ったみたいでまだなんかそういう私の怖さは通用するんだっていうのを再確認できました。その子どもの時とは違うので、表現方法は違うと思うんですけど、でもやっぱりステージの上でやる以上はぬるい感じは絶対にダメだと思っているので、今のみんなの年齢なりにではあるけども、これちゃんときちっと3500人に向けて自分たちのパワーをぶつけるっていうつもりで挑んでもらいます。 BB Waves だった時代から20年、今は2人の男の子の母となったみゆきさんは、子供たちのためにも全身全霊を傾け再びステージに立ちたいと話します。今までは子供がこう習い事をしていると、もっとこうした方がいいんじゃないとかっていうのを言ってたのを、今度は私がこう自分自身で好きなことを一生懸命やって、それをこのステージの上で見せるっていう、すごいいいタイミングというか、この私お母さんはこれを頑張ってるよっていうのを見せられたらなとすごい思いました。なるべくその当時に近い形で、特に BB Waves のライブに関してはお届けできたらなと思ってます。まるでアクターズスクール時代にタイムスリップしたかのような濃密な練習が夜遅くまで続いていました。いや、ダンスキレッキレでしたね。私も BB Waves の活躍をテレビで見ていた世代なので、本当にこの、パワフルなパフォーマンスがもう一度見られるっていうのは楽しみですね。そうですね。沖縄アクターズ大復活祭は10月2日沖縄コンベンションセンターで開催されるということで、ライブ配信もあるということです。